こんにちは、緑川です。今日は、さっと羽織れるボレロを編みたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらは、まず、長方形、長いね、長方形を1枚編んだところになります。とっても簡単な編み方です。そして長い長方形を2つ編んでね、そして背中のところを剥ぎ合わせてボレロにいたします。はい、ボレロというものをね、服飾の世界ではどういう定義をしているか Google 検索で調べたところ、まずは、丈が短いウエストあたりまでということと、ボタンなどがなく、前身頃の重なりがない簡単な羽織物というようなことが書いてありました。はい、それを踏まえて、とっても簡単な羽織物、ボタンもつけません。背中を剥ぎ合わせるだけで前身頃と後ろ身頃ができて、あとは、前立ての方と裾に、縁編みをしていく、袖のところも必要なら縁編みをしていくという簡単な作りになっております。ウェアが初めての方にもおすすめです。今回は、袖をつけませんので、特に、夏のウェア、欲しいけどどんなのがあるかなと悩んでいた方にもおすすめの作品となっております。使っている系統は、私はこちらは以前のものなんですが、ダイソーさんのリサイクルコットン、コーラルピンク 50g です。こちらは 120m になっています。最近のものは量が減っていますので、その点違いがあります。またこの系統以外でもお好きなもので編むことができます。他社さんのコットンの糸や、アクリル系統で編んでも大丈夫です。サイズ基調になりますので、ご自分の好きなサイズで好きな系統で編んでいただけます。ずっと同じ編み方で長い長方形を作っていきます。まず私の寸法をお伝えいたします。横幅が、そうですね、およそ30センチ、はい、それからこれの1枚の長さがおよそ96センチ、はい、横幅が30センチ、この長さが96センチです。96センチを半分に折った長さが実際の着丈ということになります。それでは早速これと同じものを編んでいきます。かぎ針は、8号5ミリを使います。はい、かぎ針の号数も、自由に決めていただいて大丈夫です。同じリサイクルコットンだけど、例えば 7.5 号で編んでも大丈夫です。サイズ基調ですので、毛糸やかぎ針は自由にお決めください。今日の模様は5目が基準です。ですから5号10号20号と編んでいって、最後に2目プラスします。私はどうしたかと言いますと、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、50目プラス2目なので、52目が土台の鎖編みということになります。それでは最初のところいたします。糸始末できる分下げて、まずは準備をします。そして私は、52目編んでいきます。はい、土台の鎖編み、私は52目編んできました。5の、5をかけるいくつかプラス最後に2目が土台になります。この私の52番目のところ、目印にマーカーをつけておきます。52番目、はい、最後の鎖編みにマーカーをつけました。では、最初に長編み分の立ち上がりをするために、鎖編み3つします。はい、これが1目目になりますので、鎖編み3番目に編んだところに
マーカーをつけておきます。これを長編み1目とカウントします。それでは次も長編みです。黄色のマーカーをつけていた、左側に編みますが、裏山に取っていきます。はい、黄色のマーカーの左、私で言うと51番目ということになりますね。はい、長編みです。長編みが2つ並んでいます。次は鎖3つです。そして鎖編みも3つスキップします。 1,2,3 スキップして4番目の裏山を取り、長編み、隣の裏山も作って、長編みと長編みは2つ並んで、次は鎖3つ、土台の裏山も3つスキップです。 1,2,3 スキップして4番目の裏山を取って、長編み、その隣の裏山も取って、長編み、鎖3目、鎖編み 1,2,3 スキップ、4番目の裏山を取って、長編み、隣にも長編み、はい、このように編んでいきます。長編み2つ、鎖3、鎖3、長編み2つ、鎖3、鎖3、長編み2つ、鎖3、鎖3、このように続けます。はい、1段目の終わりの方にやってきています。鎖3目して、土台も 1,2,3 スキップすると残り2目でちょうどいいですね。はい、最後は必ず長編みが2目になります。それでは2段目に進みます。2段目は細編みをしていきます。鎖1で立ち上がり、最初の長編みの頭に針を入れ、細編み、次の長編みの頭にも細編み、そしてここの隙間、鎖3目のところには側に針を入れ、細編みを3目、このように細編みを編んでいきます。長編みの上に細編みを1つ、長編みの上に細編みを1つ、鎖3目だったところには側に針を入れ、細編みを3目、長編みの上に細編み、長編みの上に細編み、鎖3目のところは側に針を入れ、細編みを3目。はい、このように編んでいきます。はい、細編みを編んでいる段の終わりの方にやってきました。今、この鎖編み3目だった中に細編みを3目編みました。あと長編みが2目あります。今まで通り細編みを編んで終わりにしますね。最後はマーカーをしておりましたので、マーカーをしていた、ところに針を入れ、細編み、このような見た目になりました。それでは次の段です。次の段はまた長編みの段です。下の模様を見ながら編むのでとても簡単です。ここの立ち上がり1目めは鎖編み3目で上がってももちろん大丈夫です。
私は長編みで上がってみますね。お好きな方で大丈夫です。マーカーはいずれにしても必ずつけておきましょう。そして隣の細編みにも長編み。これで長編みが2目続きました。そしてここの編み方と全く同じです。鎖編み3目して、そしてこの長編みの上に編んだ細編みのここの2目、ここに同じ場所に長編みが来るように長編みを2目します。はい、この長編みの真上に来るように編みました。細編みを3目スキップするということになります。鎖3目、はい、土台の細編み1、2、3目スキップしますね。そして長編み、長編み、鎖3目して、細編みを1、2、3スキップして、長編みを隣隣に2目、はい、このようにこちら側の長編みと全く同じところに長編みを編んでいますから、ここの細編みは3目スキップしていて、この上も鎖編みが3目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 と規則正しく編んでいきます。はい、1、2、3スキップして、最後は長編みが2つ並びます。はい、編み方は2段リピートなのでこのようになります。それでは4段目のところ、はじめのところ編みますね。2段目と全く同じ細編みを編んでいきます。鎖1で立ち上がり、最初の長編みの頭に針を入れ、まずは細編み。ちょっと、隣から聞こえてきてるのは社長さんがおやつを食べている音です。ごめんなさい。はい、細編みを2目続けました。長編みの上に一つ一つと細編みを編んで、ここは束にとって3目でしたね。2段目の時と全く同じです。長編みの上に細編みを一つずつ編んだら、隙間には束に針を入れ、3目。前と同じように編んでいきます。はい。このように長編みの段、細編みの段、長編み段、細編みの段とずっと繰り返し必要な長さまで編んでいきますね。私は96センチになるまで編むことになります。それから一つだけ間違いやすいポイントがあるんですが、私もね、間違ったんですけれども、この細編みの段を、スキップしてしまって、長編みの段の上にまた長編みの段をね、編みやすい時がありますので、時々振り返って、細編みの段ちゃんと編んだかなっていうのをね、確認することをお勧めいたします。はい、それではいつものように説明していきます。私が今編んでいる寸法や目数をお伝えしますね。はい、まず今日は模様が5目かけるいくつかプラス2目になります。はい、これは皆さん共通です。そして私は5目かけ10足す2はで、私は52目です。はい、ここが52目。これとこれは全く同じものを2枚作ります。はい、それから長さはおよそ30センチ。それからここは私は44段。
そして96センチ。これが半分がこんな風にねなって、そしてここのところをこちらと後で剥ぎ合わせをします。こことここがくっついてこう Y の字になりますね。はい。ですから長方形は2枚だけ編むということになります。ここをつなぎ合わせ、剥ぎ合わせをして、こちら側が前にパタンときて前身頃になりますので、ここのところをこのようになりますね。はい。見た目はこのようになって、肩のところは実際自分の肩からは触る感じです。これですと、キャミソールの上とか T シャツの上とかワンピースの上とかにふわっと気軽に羽織れる、本当にさっと羽織れる羽織物ということになります。で、皆さんはここの目数を決めるとき、寸法を決めるとき、鎖編みを希望の長さまでまず編んでみましょう。私はだいたい30センチぐらいで、もう目数が分かっていたのでぴったり編みましたが、鎖編みを、少し例えばね35センチほど鎖編みを編んでおいて、最初の長編みの段を編んだ時に希望の、あ、私は32センチがいいなぁなどと思ったら32センチで模様の切りのいいところまで編んで、鎖編みが余ったらそれをほどけば大丈夫です。はい、ほどいて、ご自分のぴったりの、目数とサイズになさってください。何センチにしても大丈夫です。例えば、S サイズの方ですとこれ少し大きいと思うので、お手持ちのお洋服など採寸して幅を大きめになるといいのかなと思います。はい、それではね、先ほどの続き、私は44段なんですが、44段っていうのは、これこの隙間の数ですね。隙間の数が44段。ちょっとね、数え方、はい。実際の段数ではなくて、隙間の数え方になるんですけれども、これ編んだもので、はい、こちらが縦方向で、ここの隙間を数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と数えていって、はい、最後の段が、ここが、44個目。はい。なんで段と書いたんですけど、44個目っていうことですね。4個目、はい、隙間の数が44個あったということになります。この長さはお好きな長さにしていただきますので、これをもっと50個の隙間ができるまで編むなど、長さは各自自由となります。一応ボレロはウエストぐらいということで、私はこのように96センチっていうのは半分にすると48センチで設定しておりますが、長さもご希望の長さにしていただけます。はい、すべて、サイズは自由です。ルールとしては5目の模様が1つで、それを何回模様するかプラス2、これだけがルールになりますので、このルールだけを守って、あとは、ご自分の好きな身頃の幅、着丈にされていただければと思います。それでは私も2枚目の方を編んできます。はい、2つの、細長い長方形を編んできたところになります。そして、こちらの方がね最終段なんですけれども、最終段は長編みの段で終わっておきます。はい、長編みの段です。ここに今鎖編みが見えると思うんですけれども、長編みの段で終わっておきます。理由は、剥ぎ合わせの後に、続けて縁編みを編みたいからです。はい、ここはね鎖編みで、こちらが最終段です。こちらからこのように編んできて、ここで終わっております。そして、当初申し上げた通り、この隙間の数が、私は44個の隙間分の長さ、96センチほどになっております。そしてこれから背中の剥ぎ合わせをしていきます。こちらが後ろ身頃の裾になります。編み終わり側を裾にいたします。ずっと編んできて、最後の段がここで、ここを身頃の
後ろ身ごろの裾といたします。そしてここのところをこれから剥ぎ合わせをしていきますが、私は隙間20個分を、背中の剥ぎ合わせとします。ここから数えて 1,2,3,4,5,6 と数えて、そしてこの青のところ、はい、ここが20個目の隙間、こちらが21個目の隙間、ここまでを背中の剥ぎ合わせといたします。半分より少し短いということになります。それでは片側の身ごろに長めに残しておきましたので、それを使っていきます。剥ぎ合わせの仕方はお好きな方法で、大丈夫です。通常通りとじ針に針を通して巻きかがりをしたり並縫いをしたりで良いと思います。そして、最近鎖とじが結構楽だなと思うので、今日はね鎖とじをご紹介いたします。お好きな方法で大丈夫です。今ここの左側に最後の引き抜いた糸があるんですけれども、はい、針を通してこの糸を連れてきて、これでここがくっつくので、ここで一回キュッと絞ります。そうすると、はい、ここがくっつきました。それでは編みやすい方向に、変えます。こちらは身ごろは裏向きになります。裏向きの目安、細編みが後ろ向きになっている方が裏内側ということになります。こうやってめくって細編みが表に見えるところ、こちらが表となります。それでは鎖とじをしていきます。はい、このようにところどころ合い印をしています。ずれないように気をつけながらやっていきますね、はい、キュッとしたら鎖編みを一つして、この身ごろ手前と向こうそれぞれをすくいます、はい、鎖一つ分ぐらいで、この長編みの足のところ、はい、私はそうですね、それぞれに2本ずつすくっております、はい、そしてここは引き抜き編みを出します、はい、そして鎖一つ、はい、この鎖編みの数は、1つとか2つとか3つとか、はい、いろいろで大丈夫なんですが、私は細かくやっていきたいので鎖一つとします、はい、そして次この細編みの足のところ、細編みの足のところ、はい、ここで引き抜きしますね。編み地に通したときは引き抜いて、そしてここでまた鎖1、はい、次は長編みの足のうちの2本、長編みの足のうちの2本、はい、編み地から2本ずつ取ったら上糸をかけて連れてきて、ここは引き抜いて鎖1、次は細編みのところ、はい、細編みのところ引き抜いて鎖1、長編みの足のうちの2本、長編みの足のうちの2本、引き抜いて鎖1。このようにやっていくと、こう引きつれがない綺麗な、見た目になると思います、はい、ここのところこのようなね見た目になります、はい、この見た目で良い方は同じようにねなさってみてください。剥ぎ合わせの仕方これ以外でもね大丈夫です。そして、私は隙間20個と決めて、はい、
このブルーのマーカーのところ、はい、ここまでですね。この右側が20個目、こっちが21個目になるんですが、前身頃にあたるこちら側のが少し長くなりますけれども、これは、試着をしてお決めいただいて大丈夫です。はい。それではここまでね、引き抜き編み、鎖編みとして終わりましたら、ここはもう糸始末をしてしまいます。はい、後ろ身頃の剥ぎ合わせ終わったところで、このように今身頃ペタッと半分に折っておりますが、はい、このようにね、後ろの方がちょっとだけ空いている、これは着心地が良くなるためにこのようにいたしました。それでは同じ方法で、脇のところをやっていきたいと思います。はい、横向きにします。こちらが肩で、こちらが裾になります。はい、そして、私は片側が、隙間が22個あるんですが、その真ん中、はい、ちょうど真ん中です。ですから、今ここに青いマーカーをつけているんですが、隙間の数が11個ずつになっていて半分です。そして、ここが袖の開け口になりますが、およそ、25センチ近くということになります。はい。それでは、先ほどと同じなので、最初のところをやっていきます。このように合い印をつけておくといいですね。はい、それでは新しい糸で始めるときは、まずは糸に準備をします。糸始末できる分下げておきます。はい、そして先ほどと同じことをしますね。引き抜き編み、鎖編みでやっていきたいと思います。一番右端のところ、一番右端のところ、はい、このように針にとってかけて引き抜いてしまいます。はい、これで身ごろがつながっております。はい、そして先ほどと同じように鎖1をして、長編みの足のうちの2本、ここで引き抜いて、そしてまた鎖1、はい、今度はこの細編みのところ、引き抜いて鎖1、長編みのうちの2本、引き抜いて鎖編み、細編みのところに針を入れて引き抜いて、はい、このように、背中の時と同じように、私は引き抜き鎖1、引き抜き鎖1とやっていきます。そして決めたところまで進みましたら糸始末をしてしまいます。それではこちら左右同じように作業をしていきます。はい、脇を剥ぎ合わせをして表に返したところです。このような見かけになっております。それでは次は、袖のところ縁編みを1段細編みで簡単に編んでいきますね。はい、糸始末できる分残して準備をします。袖のこのところに細編みを編んでいきます。表向きです。はい。一番根元のこの、剥ぎ合わせをしていた細編みのところからスタートして、細編みをし、長編みのところには糸を2本取って、細編みを2目編みます。はい。長編みのうちの足のうちの2本を針の上に取り、細編み。これを繰り返していきます。はい、次は細編みのところ針を入れ、細編みを1目、次の長編みのところは足を2本取って細編み、はい、
細編み、この長編みに対して細編みを2目していきますね。長編みの足のうちの2本に細編みをこのように2目です。次はこの細編みのところの端の糸を取って細編み、このように縁編みをしていきます。1周したら糸始末をして終わりということになります。はい、それの縁編みなんですが、細編みで1周ぐるっとね編んできてこのような見た目になっています。それでは次は、最後の工程ですけれども、裾から前立てまでぐるっとね一周ずっと、縁編みをしていきます。今ボレロは逆さまになっていまして、ここが、裾になります。ここが剥ぎ合わせをしたちょうど中心になります。中心のところから細編みを編んでいきますね。この黄色のマーカーが私の1目目になります。この細編みの段と同じ編み方をしていきますので、はい、ここは長編みが4目つながっていますね。剥ぎ合わせをしたので。で、この2目から細編み、細編み、細編み3目、細編み、細編み、細編み3目と、身頃のこの編み方と全く同じ方法で、見た目が同じになるように編んでいきます。はい。そしてずっと編んでいって、ここが脇の剥ぎ合わせのところになります。そして、はい、もうすぐ稼働というところです。そして、ここ長編みが2つありますが、まず最初の長編みのところに細編みを1ついたします。そして黄色のマーカーをしているのが、この鎖3目の根元になるんですけれども、はい、土台ですね。ここにこれから編むんですが、角を曲がるために工夫をします。はい、一番左端のこのところ、まず細編みを1つ、そして鎖編みを2つ、はい、そして同じところに細編みをしますね。はい、一番端の目に細編み1つ、鎖2つ、細編み1つと編みました。これで角を曲がれたと思います。次は、こちらですね。はい。この長編みのところには、今ここは立ち上がりの鎖編みのところなので、鎖編みのうちの2本をすくって、細編みを2目ですね。はい。長編みのところに編むときは、2目編んでおきます。ここはもう前立てに入りました。次はこの細編みのところ、端のところに針を入れ、細編みと、袖をの縁編みをした時と同じ要領になります。はい、この長編みのところ、細編みを2つ、細編みのところに細編みを1つ、長編みのところには細編みを2つと進めます。袖のところと同じ要領になります。そして先ほどの角、はい、このように綺麗にね角ができます。ではここから、首の根元に向かって編んでいきます。はい、こちらがボレロの裾で、先ほどね角を曲がったところがこちらになります。そして前立てに入ってきてずーっと編んできて、首のところにやってきました。はい、首のところはこ
このようになっていますね。ここを最初に、背中のところ、剥ぎ合わせをしたところになります。ではね、ここのところ編んでいきますね。今、細編みのところなので、この長編みのところに、まずは、細編みを2目します。そして、ここのところをね、長編みがこう4つ並んでいますね。そして、この真ん中の、ここのところ、はい。長編みのところ、ここに割り込んでね、1目細編みを編んでおきます。はい。ここが、剥ぎ合わせをした中心ということになりますね。そして、また今まで通り、長編みのところには、細編みを2目。と編んでいきますね。ですから、中心のところは、はい、ここのところにね、長編みが4目ある真ん中のところ、長編みの足に割り込んで細編みを1目して、そして、左に進んだということになります。はい、このようにして縁編みを編んでいきます。はい、お待たせいたしました。長方形2枚でさっと羽織れるボレロ完成しました。はい、このようなね、襟のところです。はい、襟の後ろ少し開いていて着心地がとてもいいです。そして後ろにずれ落ちることなくね、とっても着心地がよくできております。袖のところこのように開いております。横向きにしてみます。はい、このような感じですね。はい、例えば、お部屋でね、もうこれから暑い時キャミソール1枚で過ごしたいなっていう時もね、ちょっと冷房で肩引いてきたなと思ったらこれ羽織るといいですし、ご近所のスーパーまでお出かけする時、それから普段ね、T シャツやワンピースの上からこれ羽織るだけでもうとってもね、可愛らしい感じになるかなと思います。はい、おしゃれなね、ボレロという方ですが、丈短めの、羽織物ベストといった感じです。そしてもしね、これで長く編みたいなという方は、長方形のサイズをね、長く編んでいただくだけで大丈夫です。はい、この編み方とっても簡単なので、本当に上を初めてという方にもね、編んでいただければ嬉しいです。お材料です。私は5玉目に入りました。これがね、5個目なんですが、こちらのリサイクルコットンは前のタイプで 50g 入りになっています。 50g で 120m です。最近のものはグラム数が減っていますので、5玉では足りない可能性がありますので、はい、少しね、多めにご用意されてください。また冒頭でも申しました通り、毛糸は何でも大丈夫ですね。はい、サイズ基調で編みますから、目数を、自由に足していただければいいですから、例えばミルフィムソックヤーンで編むとか、オパール毛糸で編んでみようとか、他のアイブトぐらいで編んでみようとか、冬の毛糸で編んでみようとか、はい、何でも大丈夫です。冒頭に説明した、目数で編んでいただければ、お好きな感じのイメージのボレロになると思います。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。今回のこのボレロいかがだったでしょうか。なるべく簡単に、工程も簡単にということで、ウェア初めての方、初心者の方にも楽しく編んでいただけるような工夫をしてみました。ご感想や、高評価、いいねで、お気持ちを、私にお伝えしていただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、リカチャンネル編み物部では、部員さんを大募集しております。ぜひ、この機会にチャンネルへのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。はい。そして、社長さんです。アトリエね、冷房入れてるので、社長さん。アトリエに忍び込んでね、お昼寝するのが好きなんだよね。涼しいとこ好きだもんね。はい。今ね、ぼーっとしてらっしゃいます。朝ごはんね、さっき食べ終わってね。はい、今日1回目のお昼寝の時間でございます。社長さん、皆さんにお顔見して、はい、元気ですよ。俺様もりもり食べています。皆様からいただいた、スーパーサンクスで社長さんの大好きなクッキーやお芋さんを購入させていただいております。いつもありがとうございます。
それではまた次の動画でお会いしましょう。緑川と社長さんでした。いいね押してね。はい、女子マネさんにボレロを試食していただきました。このようなね、感じです。隙間が多いのでね、見た目にも大変涼しいですし、着心地も大変いいですね。このように襟のところを工夫したので、背中にずれ落ちるようなことがなくて、とても着心地の良い羽織物になっております。ショール代わり、ベスト代わりなどにいろいろと、大活躍のボレロになっております。ぜひ編んでみてください。